はい、皆さんこんにちは、アンチです。今日そういう動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、足の甲のですね、むくみを解消する方法をお届けしたいと思います。はい、これね、質問相談いただいた内容なんですけども、先日ね、足のむくみをね、解消する方法をお届けした時に、周りの、ね、方で、知り合いの方かな、方で困っている方おられたんですね。足の甲がむくんでるのをなんとかしてあげたいんだけどということでですね、ご相談いただきました。本当にありがとうございます。まあ、そうやってね、この周りの方でですね、困っている悩んでいる方にもですね、こういうケアをしていただくっていうか、ケアをするっていうことは非常にいいことだと僕は思います。で、僕はですね、まあ、施術でもやっている、まあ、足のむくみとかで、ね、足の疲れとかもそうなんですけども、まあ、それをちょっとね、説明しながらね、セルフケアの方法をお届けしていきたいと思います。で、僕がですね、足のむくみっていうのはですね、まあ、ふくらはぎの筋肉とか足の裏とか足の甲とかいろんなとこを施術していくんですけども、やっぱ足のむくみっていうのはですね、やっぱりこの戻りが悪いということなんですね。まあ、心臓がここら辺にあってですね、ここら辺にあってこう血液が流れてきてこう戻ってくるじゃないですか、循環するっていうものなんですけども、その時に一番足がむくみやすいっていうのはですね、やっぱり一番下にあるのと距離が離れてるところなんですね。で、距離が離れてるから、その戻る時にですね、戻りきらないんですよ。血液も水分もですね、こう循環しづらいからむくんでくるってことなんですけども、まあ、ふくらはぎの筋肉がしっかりしておけば筋ポンプ作用としてですね、この血液をこう送り返すこともできるんですけど、年齢とともにですね、やっぱふくらはぎの筋肉も落ちてくるんで、体が疲れやすい、足がむくみやすいとかですね、出てくるんですよ。で、そういう方にもですね、とっておきの方法があります。それがですね、今日お届けしたいと思うんですけども、足のね、甲ってね、結構ね、むくんで悩んでる方多いんですよ。っていうのはね、靴を履いてて、夕方ぐらいになったら靴がきつくなるっていう方おられるんですよね。それはもう完全なるですね、むくみが原因なんですね。そのむくみを解消するためには、ふくらはぎの筋肉だけではなくて、足の甲のね、ここの血行を良くする、足の甲の血行を良くするっていうところがポイントです。で、足の骨ってですね、これ30数箇所の骨がギュッとこうできて、足の関節、足の骨になっているわけなんですね。で、ここをですね、一つ一つ柔らかくしていくっていうのがポイントです。で、一つ一つ柔らかくするから、血液の循環も良くなって、筋肉の状態も良くなるっていうところなんですけども、これが硬いとですね、腰痛にもなりやすいんで要注意です。はい、でですね、やり方としてはですね、この赤い炭酸生体スプレー、こちらでも結構です。白い方でも問題ないんですけども、痛みとか足のむくみとかであれば、もうこちらの方でも十分できるので、一応試してみてほしいなと思います。で、足の甲にですね、まあ、こういう形でですね、スプレーをワンプッシュシュッとかけてください。で、この時にですね、かけた後にこういう形ですね、親指をこういう形に合わせて、こう咲くように足の甲をですね、咲くようにやるんですね。で、これはですね、僕も師匠から教えてもらった内容なんですけど、内容というか方法なんですけども、この足の骨っていうのはですね、先ほど言いました、このぐーっとこうたくさん36個かなんか、それぐらいの数やったと思うんですけども、ちょっと忘れてすみません、こうあって、一つ一つをですね、こうくまなくこうほぐしていくっていうのが大事なんですね。で、先ほど今模型で触ったように、こう親指を、この親指をですね、こう合わせながら、親指を合わせて、この指と指の間ですね、指と指の間をこう裂くように、こう押すような感じですね、指先から足首の方に。で、次、人差し指と中指の間、3、4、1、2、3、4、で、1、2、3、4、この指と指の間をですね、こう裂くように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 やっていくわけなんですよ。こういう形ですね。はい、こういう形でまずやってほしいと思います。で、これをするとなぜかというとですね、足ってですね、力が入ってこないとか、疲れてくると、こう足がクーッとこうシューッとこう、手でも一緒だけど、こうなってくるんですね。こうなってくるとですね、どん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 次、正常から離れてくるんです。イレギュラーな状態なんですよ。で、あえてなんですけども、足の甲をこう裂くように動かす。逆にこう、反らせるっていう意味ですかね。そういう形でやるとですね、足の血液の循環が、これはですね、本当に驚くぐらい流れやすくなります。流れやすくなるから、むくみが取れやすくなるっていうところなんですね。で、これをまずやってほしいと思います。まず足先、指先からですね、こういう感じで。1、2、3、4分割か3分割で結構なんで3、4、1、2、3、4、
1,2,3,4 です。はい、まあ、これをね10回ずつぐらいやっていただいた後に、僕はですねやっている、まあ、ふくらはぎですね、ふくらはぎもこういう形で 1,2,3,4,5 1,2,3,4 4分割か5分割で結構なので、こうやってマッサージしてあげてください、してあげてください。でその時にですねこのスプレーをかけてあげたりするのも OK です。まあ、これでですね毛細血管拡張して血液の循環が良くなることによってむくみが解消しやすくなってきます。でこれを使うとさらにね効果出やすくなるんでね使ってほしいと思うんですけども、あとですねもう一つちょっと今日お伝えしたいのはこれすねですね。すねも結構ですね疲れるんですよ。でここをシューッと炭酸かけて、まあ、馴染ませた後にこの親指両方で結構なんでこう 1,2,3,4,5,6 これもね感覚で結構なんでこう6分割か5分割ぐらいで結構なんで、で僕はですね膝がよく調子が悪いというかですね膝の古傷があるんでこのちょっとツボがあるんですね、この骨のところのねくぼみがあってここがめちゃめちゃ効くんですよ。ぐーっと押してあげるとですねあの効果出ます。これも血液の循環が良くなってきてですねあのさらに効果が出やすくなりますんで 1,2,3,4,5 6個目ですね、僕の場合は6個目ぐらいでぐーっと押してこれちょっと長押し 1,2,3,4,5 ぐらいですね、はい、1,2,3,4,5 6個目でぐーっとこれで 1,2,3,4,5 はい、5秒長押しぐらいしていくとですね足をこうねペタペタ足首をこう動かすとあの楽になってるかなってないか分かってくると思うんで、まあ、これをね一度試してみてほしいなと思います。でこれもねあの繰り返しやっていくことによってですねあの効果が出てきます。で最初の1回でもですね効果を実感される方もおられるし、あの2回目3回目ぐらいで足そういえば軽くなったって言われる方もおられるんで、一度ねこれをね、まあ1週間か10日ぐらい続けてもらった後は寝る前とかね一日起きとかにこう感覚を上げていていただいてもいいかなと思うのでぜひね一度試してみてください。はい、まあ、これでですね今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録の方ですねぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンチです。今日もですね最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。最近ですねこちらの炭酸生体スプレーをですねたくさんの方が使っていただいて、毎日のようにですね、喜びの声とかですね嬉しいご報告をいただいております。本当にありがとうございます。それでですねまだこれを試してない方はですね僕の概要欄に貼っております、アンジー久志からの直接購入と、Amazon、Yahoo、あと楽天もあるんですけども、そちらの方からもね購入できますんでぜひよろしくお願いします。またねこれからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をですねしていきますので、どうかいいねのボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またね僕 SNS の方もやっておりますので、Facebook、Instagram、Twitter などですねフォローの方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。